金剛長寺は、高知県室戸市も津に位置する寺院。四道山、光明院と合須。宗派は、新言宗と与山派。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所霊場の第二十六番札所である。室戸市周辺では、西寺と呼ばれる。本尊新言、御んこころ仙台里まとうに相和か御英か、王城に望みをかくる国楽は、月の傾く。 西寺の空本望の桜当時は、標高165メートルあたりの三角山の中原にあり、室戸岬を望め眼下に、太平洋が広がる行土岬上部の景勝地にある。当時から南に下がった海岸は、行土岬の東側にあたり、硯が産出されたことから、硯が裏とも呼ばれる。周洋上殿によると、当時十一世住職。 伝統は、聖徳二年六月七日、高野山からの帰り道で、ナム、工房大師返上金剛菩薩といえりとあって、大師だから号を初めて唱えたとされている。自伝によれば、空海にとって最初の直眼寺の創建として、大道二年平城天皇の直眼により、本尊に薬師如来を刻んで、金剛定時と航し、女人近世の寺院であったという。次の佐賀天皇が、 金剛長寺の直学を貸しし、その寺名に改められた。南路市初修の寺記によれば、大道元年、唐から、帰国都寺の空海が、当地に立ち寄り創建したとされる。同時期によれば、さらに次の淳羅天皇も直眼書とし、住職も十世まで直命によって選定され、十六世、佐藤志の頃まで寺雲は栄え、多い時は百八十人余りの修行像がいた。 鎌倉時代になると無縁書となり、大政から逃れた人々をすべて受け入れ、西寺古事記と呼ばれるようになり、犯すことのできない聖域として存在した。文明11年には道具を理災したが、長祖壁元地下が治療を寄進しているほか、土佐藩主三内家の祈願書とされ、復興は早く整備された。その後、明治十二年の火災で、大志堂、ごま堂以外の画乱を消失し、 本堂を他現存する道具は再建である。阿南室戸歴史文化道の指定を受けている。直詞門寺駅ご地如来石非駐車場から薬坂の石段を登って、途中に山門があり、さらに登り詰め84段上がると広い境内に入る。すぐ左側に、長図場が左に回り込むとだ。正面奥に、間口の広い鉄筋コンクリートの本堂が立っている。本堂手前に首楼。 数々の十分が収蔵されている、霊宝殿は本堂の左にあり地下で繋がっている。境内がランエリアから、左方向に数段降りると小さな池があり中に、微細点のほこがある。その先に行くと宿坊があり、さらに奥の本坊と通路で繋がっていて、通路の本坊側に、ごま堂がある。本坊の下段に、ビクカン席像がある。 大師堂に向かって右前に一粒万倍の釜がある。農協所は本堂の手前左にある。友光商人病は首労と本堂の間から山林の中に入った奥にあり、その途中に八ッ草の自生地がある。重要文化財課社四口、花瓶五口、六期二十四口、林宝及び林大一組、勝馬及び勝馬台四組、混合番一面、特古書一口、 三個所一口、四くさび四本、射水器一口、図工器一口、貨車一口、花瓶二口、六キ六口、飲食器二口、混合盤一面、五個霊一口、五個所一口、射水器一口、図工器一口、明かりが二枝、明かりさん一口、箱団一気、内箱三口、高薬箱一口、赤おけ一口、油壺一口、混合線箱一号、 混合線残欠、名教一面県指定保護有形文化財県、天然記念物やっこ総室都市指定文化財、鉄道バス道路新村不動堂と、不動岩尾不動岩尾の東の岩屋行道不動、行道先の北側で、混合長寺の飛び地境内として、国道55号線脇の新村集会所の背後に、あり、地元では、新村不動と呼ばれていて、現地看板では、 共同不動となっている。明治諸島まで金剛長寺は女人近制で女性は入山できず、ここで農協したので女人堂とも言われていた。大施策と言われる不動明王像が年に一度旧暦1月28日開庁される。平成23年にはその不動堂が建て直されると共に周辺が整備された。修行像が行った会社張りなどの行場と考えられている。 なお、サビボンの四国零霊上記にこのところは、行動書という岩屋ありと書かれており、ここで空海が行動を行ったとされている。池山神社、池山神社、池山池は、麓から2時間くらい登山した山頂部分にある水は、ほとんどなく、足で覆われていて、その中の島に、祠がある。堂大師堂堂大師堂行の、不動堂から、 太平洋の海沿いの道を神工ジへ向かう途中の下両合漁港の近く空海が修行されたとする場所に大師堂と空海が選択をしたと言われるおたらい石の霊石がある。ここには国道脇の山側と海側に階段を降りたところとの二つの大師堂があり、海側の大師堂の中には洞の開いた大きな岩があり中に石の大師像が祀られている。 そこから数十メートル間に向かうと大きな岩があり、おたらい石であって、その上部に丸い穴があり水が溜まっていて水面は右回りに回っている。四国八十八箇所二十五通空寺二十六、金剛長寺二十七神宝寺。ありがとうございます。